ちょっと別に荒らしてなんかないって。あれまた出まみ出てきちゃった。チェンチェイったらいきなり襲いかかっちゃダメでしょう。私と母の母、私と母の墓に、私と母の墓に一体何の用があるというのだ。もしかして、もしかして息子さんも妖怪に。ヤックンの家族は USA のウォルナービレッジに移住していた。残念ながらすでに亡くなっていたが、息子さんは妖怪になっていた。やぶれかぶれ院長と親子だった。この名探偵に解けない謎はありません。マジか。今息子と言ったか。お前さんたちまさか私の父の。マブラチでーす。ああ。父さんが私たちを、そしてやはりジャポンにいたのか。父さん。運命の、運命というか感動の再会じゃない。かつては父を恨んだこともあったが、この姿になった今、そんなことはどうでもよくなった。おお、やぶれかぶれ院長と再会。みんな集合してるね。ヤックン、君たちか。それにしてもよく会うなと。何も聞かずに中庭に来て。いいから来るだに。おお、ほう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 。急に言い出して何のようだ。私もこう見えて忙しいんだぞ。とても大事な話なんですよ。あなたにはずっと会いたい人がいましたね。なぜそれを。やだ、もしかして。今回我が探偵社はとある依頼を受けましてね。息子さん見つかりましたよ。感動のご対面だに。え、ちょっといない。ただに手紙っすか。この手紙だけであいつの思いは伝わったよ。見せてもらったよ、あんたの姿。すっかり変わったもんだ。今のあんたとならやり直せるかもなと。新しい家族。神のこと。すっかり成長していたようだ。このドクターラッパ。ずっと覚えてくれてたんだな。たかし。ドクター影村ってタカシって名前。衝撃的やな。なんか友達になるわけじゃないのか。分かり合えたのか。何？父さんはどこにいるだに。確かに稲穂の父さんって出てきてないよね。いいの、気にしないで。私全然平気だから、ほんと気にしないで。ダメだになんつって USA で仕事してるんだよね。何？マジっすか。っていうわけなんやわ。関西弁出てきた。っていうわけなんやわ。今度は私が父親と感動の再会なんてね。何？